はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、ドラゴンボールフィギュア、紹介したいと思います。今回はね、こちらになります。はい、ドーン。はい、BWFC っていうね、造形の世界大会のね、商品ですね。はい、それの、審査員特別賞をもらった、セルですね。はい、はい、審査特別審査賞、うん、こちらはね、この方、アメリカのね、造形師さんがね、手掛けたみたいですね。はい、なのでね、かなり、そっちのね、お国柄の、特色がちょっと出ちゃって出るのかもしれない。なんかね、いつものセルとは違った造形の感じになると思います。はい、まあ、自分もね、これはね、ちょっとスルーするつもりだったんですけれども、まあね、ちょっと普通に、まあ、いつもの通りリサイクルショップでね、安く買えたんでね、ちょっとこの機に、開封してね、皆さんと一緒に、堪能したいと思います。はい、ということでね、早速、開封してみましょう。はい、ということでね、箱から出した状態です。はい、まずね、台座と、支柱ですね。はい、こちらが、分けられて入ってました。はい、であとはね、こういう感じで、足ですね。足に、羽2枚。はい、で、胴体ですね、もう顔は、ついている状態です。はい、という感じですね。はい、ではね、早速、組み立てたいと思います。はい、ということでね、組み上がりました。はい、こういう感じですね。いや、これはすっごいね、なんかこう、なんつんだろうね、造形がもうやっぱ全然違うんだよね。なんか日本のとやっぱこうアメリカっていうお国柄なのか、こうアメコミ風なね、ちょっとマーベルヒーローズ的な感じの、造形になってますね。はい、まあ、独特のなんかこう世界観っていうかね、うん、なんかドラゴンボールっていう感じじゃなくて、なんかアメコミに出てくるなんかヒーロー的な感じの造形になってますね。いや、そのまあいい意味でね、全然まあ違う感じは受けるんですけれども、まあ、でもね、プロポーションはすごくいいですね。うん、プロポーションはね、ほんとね、すごいバランスもいいし、こうね、羽の造形とかもそういうね、なんか部分部分的なね、造形はすごくよくできてると思いますね。はい、こう手のね、感じと指先とかね、感じとか、まああとね、ここら辺のやっぱこういう造形はもうほんと、もう独特、うん、もうほぼオリジナル的な感じでもう作られてますね。まあ、その造形師さんのね、解釈が加わってるんだと思いますけれども、まあ、本物のセルとはね、まあ、ほんと、いい意味で、もう見ても見つかないみたいなね。うん。まあ、そういう感じは受けますね。はい。で、顔、感じの顔なんですけれども、やっぱね、やっぱなんだろうね。まあ、自分が感じる点では、ちょっとバットマンみたいな感じの顔つきになってますね。うん、まあ、似てるか似てないかで言ったら、まあ、ちょっと似てないかなとは思いますけどね。うん、やっぱなんかこうアメコミ感が強いよね。うん、いや、別に格好悪いとかそういうんじゃなくて、もうなんだろうね、なんかそういう次元じゃないみたいな、そういうレベルですね、もうね。うん、まあ、皆さんはね、これを
実物で見たことはあるのかどうかは分かりませんけれどもね、うん、まあいい意味でも、まあ、悪い意味でも期待を裏切ったようなね、まあ、作品ではあるかな、まあ、やっぱ賛否両論分かれるし、まあ、やっぱね、日本のフィギュアがやっぱ優勝したりとかするのはやっぱ日本のアニメっていうのがあるからね、うん、やっぱ向こうの人はなんかこう見方が違うのかな、うん、やっぱ解釈の仕方が違うんだろうけど、もうなんだろうね、変にこうリアル路線入っちゃってるから、うん、やっぱそこら辺がね、うん、どうなんだろうっていう意見が分かれるところではあるよね、うん、まあ、だからこういう世界大会でもね、日本勢がね、全部賞なめしちゃったらちょっとおかしいだろうってねなっちゃうから、まああえて審査員賞みたいなのを用意したんだと思うんですけれどもね、うん、まあでもね、これは賛否両論はあると思いますね、作品としては、うん、まあ自分も、まあかもなく、まあ、不可もなくといった感じでしょうかね。ごめんなさい。一応なんかこれでね、トランクスも、もう今出てますけれどもね、あの未来編のトランクス、あれはねはっきり言って、いらないよね本当申し訳ないですけどあれはひどいよね、うん、全然似てないし、うん、何をどう思って作られたのかわからないっていう感じでね、まあ、日本のトランクス、優勝したトランクスと比べたら天と地ほどの差ありますよね。あれはちょっとね、安くても買わないな、いらない、うん、まあ、そこら辺はねちゃんと、はっきりしないとね、何でもかんでも、購入して紹介するっていうんじゃね、もうはっきり言ってもう何でもありみたいになっちゃうからね、うん、やっぱ自分は出来のいい作品だけは集めていきたいんでね、うん、まあ、そこら辺は区別していきたいと思います、はい。まあ、今回のセルはね、まあ、ある意味造形としてはねすごくいい出来だと思ったんでね、うん、まあ、購入させていただいたんですけれども、まあ似てる似てないで言ったら、まあ正直まあ似てはないよね、うん、まあ本当バットマンに近い、うん、まあ、ということでね、まあ今回はね、まあちょっとね、まあ変わった感じの、まあ、いつもね自分が購入しているあのフィギュアにしてはね、うん、まあ珍しく路線を外れた、うん、やつを、まあ、セル自体が、まあ、このサイズのセル自体が初めてかもしれないな、うん、まあ、セル自体は好きなんですけどね、うん、まあ、これといった決定版的なセルがあまり見つからないっていうのも現実なんでね、まあ、その辺でセル自体が貴重な感じがあったんで、購入したっていうのもありますね、はい。まあ、そういう点では本当まあいいっちゃいいのかなまあということでね、皆さんもね、まあ買われてね、まあこれかっこいいなと思った方には本当ね申し訳ないとは思うんですけれどもね、まあここら辺は個人差があると思います、うん、まあ、感じ方は人それぞれなんでね、まあ自分は、こういう評価をさせていただきました、ということでね、今回は、BWFC、からね特別審査賞、こちらをね、いただいたセル、アメリカのね人が作った造形師さんが作った、セル、これをね、まあこれ白黒もあるんですけど今回はカラーを、購入して紹介させていただきました、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思いますけれども、チャンネル、登録あとねいいね、まあコメントもいただけるとねありがたいです、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。